時は天明七年、先の日の輪国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。行けども行けども見果てぬ旅路、敵を求めて異邦の地へと流れ着かむ曇る世に惑う旅、諸行を乱す魔があればその首打つのはいずこの剣か。遠からん者は音に聞け、近くば寄って目にも見よ。己は微老の三品侍、指導死に花無用の所存。辛い、苦しい、憎い、持ったな。ごめん。許せぬ、この世が、そなたが憎い、憎い、憎い。二本目、勝負。返してもらうぜ。剣見当違いか。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。天に昇りし乙女を見送れば、開けた視界で桜が吹く。悪鬼の気配は露と消え、野山に広がる花絨毯。五臓六腑に染み渡る戦の余韻。舌鼓を打つは春風の甲。杯一つ木の根に傾け、杯一つ手に掲げ、旅路の果てで西空を見上げ。絶下なる春景色、民草の心に咲かせるは安穏の花。話を求めてふらりと茶屋に立ち寄らば、太平楽に耳を傾ける。うい天変は世の習い、無事平穏は望みにあらず。無造無造の風文に敵なる男の足音を聞けば、教会にたぎる復讐の炎。さらば糸間申して流浪の侍、異邦の地より立ち居ぬる。左目に映るは冥府に続く獣道、右腕が捉えるは求むる敵の首一つ。死残決が踏み越えて流れ吹かれてゆく末に、剣閣梅剣がたどる旅路、その終着果たしていずこ。戦技成敗お上の祭り、仇討ち是非なし阿鼻にての宝図。何とぞよしなに閻魔殿、何とぞよしなに閻魔殿。